ゴーカイジャー、どうもレオンチャンネルです。来たね、ゴーカイジャーのプレ版アイテム。予告通り6月21日の午前11時から2つのアイテムが予約開始になって、1つがモバイレーツのメモリアルエディションですよ。通常メモリアルエディションっていうと放送が終わった後に受注開始になるんですが、10年の時を経て特別なタイミングで商品化、そしてレンジャーキーのセット、この2つが予約開始になったんですが、まずはモバイレーツ買おう。明らかに質感が良くなってる。もう塗装の質とかが全然上がってるっぽい。なんならレンジャーキーの雰囲気もちょっと違う。こっちも色の塗り良くなってる。モバイルやつの方が1万円で、レンジャーキーの方が1万4000円ってことでしたもんね。あとはレンジャーキーが何本つくかっていうところだけど、10年の時を経て豪快なお宝が登場。モバイレーツのメモリアルエディション。どんな感じ？ポイント1。劇中さながらのリアルな外観。あ、すげえ！ネジ穴隠してあるんだ。ボディパーツは一部新規造形。パーツ変えてあるって。電源スイッチは細かい。表記周りの位置も移動し、無駄な情報がないんだ。電源はどこに隠れてるんだろう。横とかに移動したのかな？それか電池蓋の内部とか？え、すげえ。で、これ、ディスプレイ台座がさ、ゴーカイジャーマークになってて、この上に、ね、後ろがこれ出っ張ってるから、モバイルやつって、そこの部分をサクッと差し込んで、これ Y 字になってて、で、飾ることができると。これが、もう先に動画で公開されておりましたけど、特番の方で、めっちゃ飾り映えする感じが良かった。ディスプレイ可能な専用台座も付属。お！レンジャーキー5本か！シルバーは？怒り外のキーはないんだ。レンジャーキーの使用を回収。劇中に近い彩色を塗装と担保印刷により再現。キー部分もデラックス版のグレーからシルバー成型色に変更し、劇中に近い鍵っぽさを演出で。これはこれまで塗装とか担保印刷されておりましたが、それが本編準拠のカラーリングに変わってると。あとシンプルなグレーだった成型色がシルバー成型色に変化してるって。で、ワンタッチギミックも搭載なんでしょう。今回劇中同様のワンプッシュで展開が可能。劇中同様の豪快チェンジのシークエンスを再現することができると。あ、すげえ。しかもワンプッシュボタン目立たないように埋め込み式になってるから、これ当時のプレ版のワンプッシュシリーズよりクオリティ上がってる。めちゃいいじゃん。腰の目立ちにくい部分にスイッチを追加。BGM と劇中セリフを再生可能で、これはあれかな？新規収録かな？本体に BGM と横のボタン追加されてる。セリフボタンを新設。BGM と豪華俳優陣のセリフを収録で、豪快ブルー、レッド、シルバー、イエロー。もうみんな、ルカーもガイも、ドンさんも、アイムもジョーもマベちゃんもみんな収録されてると。あ、待って、ナビーも、あ、そっか、ナビーって田村ゆかりさんでしたね。レッツお宝ナビゲートも入ってんの。おっすげえ、めっちゃいいじゃん。あ、でもあれなんだ、碇ガインのボイス入ってんのにシルバーのキーつかないんだ。で、これさ、僕関さんが新規収録音声いろいろしたっていう風に言ってましたから、多分恐竜ジャーとか、あとで一応レンジャーキー化はされたけど、モバイルやつとは連動しませんよっていう、そういうキーがありましたが、その辺と連動したりすんじゃないかな。またこれが到着次第、それは確認したいと思いますが、当時のやつは音声ユニットが別でついてて、そこに差し込むと恐竜ジャーの音声を楽しむことができるって感じでしたね。あとはせっかくだったらさ、恐竜ジャー以降のレッドレンジャーキー、全カイジャーまで、まあ、あれはレッドじゃありませんけど、センターキャラのレンジャーキー欲しいなぁ。映画が、劇場版が公開されるから、そこに合わせて出てくるとかなのかな。大いなるお宝情報、ゴーカイジャーまでの35レッドメモリアル仕様のレンジャーキーセットも同時発売と、ちょっとこれはまた後で見るとして、12月発送です。1万1000。1個でいいかな。一つでいいかな。てかさ、僕、ゴーカイジャーの動画、よくよく見たら、バージョン2の方しか動画上げてなかったので、このシルバーの方のバージョン1の方も、また別で動画上げたいと思います。
特にページなんかも重くなくって余裕ですね。じゃあ予約します。あ、これちなみに各アイテム個別発送なので同時にレンジャーキーと一緒におまとめ発送できないみたいですね。はい、レオンチャンネル海賊戦隊ゴーカイジャーモバイル2メモリアルエディションをポチりました。じゃあもう一個こっちも行こう。最新版のレンジャーキーが 15,400円で一気に35人分手に入るってもう安くない？レンジャーキーって結構金額するんだよね。特急じゃねえだったっけ、すげえ高かったやつ。特急じゃだったっけ、さすがにそれはないだろうって言ってスルーしたやつがあったよね。特急じゃだ。ちょっと胸の柄が変わってるやつが入って、そう3万円だったんですよ、レインボーエディション。あれはね、全然こう映えないレンジャーキーだったからスルーしたんだよ。これ持ってないんだよね。秋葉レンジャーのレンジャーキーとかは持ってますよね。その辺も全部反応するようになってたら面白いな。ゴーカイジャーはモバイルやつの方に付くので、ゴレンジャーからゴセイジャーまでプラス赤レッドのキーが入ってますよと。レンジャーキーの使用を回収、塗装を担保印刷、担保印刷からの成形色の変更を、さらにワンタッチギミック内蔵式のものが搭載されてると。いやー、あー、ここにもナビの特別音声を収録、レッツお宝ナビゲート、これ面白いね。でセット内容はこのようにレッドだけピックアップされたものが、なんか造形良くなってる。金型でも一緒だよね。いやでもこの担保印刷の塗装のやつが一気に2021年に手に入るのいいね。でこれも12月発送で年末に到着しますと。 V シネクスト自体は秋上映で、年明けにあの円盤の方が発売だよね。これもまあ1個あればいいかな。いやこれだけ入って 15,400円は全然安いと思うよ、なんなら。じゃあポチります。はい、レオンチャンネル海賊戦隊ゴーカイジャーレンジャーキーメモリアルエディション35レッドセットをポチりました。ポチってなかった仮面ライダーイカズチ、危ない危ない。そうイカズチ、そうだ。おー、4人ついに揃った。3人までこれもう持ってるか、あ、持ってない、まだあのナキが到着してないけど、3人まですでに予約開始してて、もうこれはあとイカズチ待ちでしょっていう風に言っておりましたが、イカズチ、あーつか、ありがとうございます。まあ基本はこれまでの滅亡人雷系のスーツをベースにして、そこからドードーと同じ武器を持たせてて、頭部だけが新規造形かな。なので商品化しやすいアイテムではあるんですが、6600円でまあいつも通りの価格帯ですね。いや4人揃うのほんといいし、やっぱこうやって見るとさ、ジンのフライングファルコンのごついアーマー造形とか最高っすね。あとは滅亡人雷、仮面ライダー滅亡人雷のアーツが出るかどうかってところ。あれ、イカズチのさ、プログラズキーホルダー祭りのやつは？あーつかないか。あーつかないか。4人揃っただけでも、よかったよかった。やっぱ人気っすね。ちゃんとこうやって立体物商品化してくれるとか、ありがてえ。じゃあこれもポチれます。11月発送。はい、レオンチャンネル SH フィギュアーズ仮面ライダーイカズチをポチりました。あとそう、CSM の電王ベルトのムービーエディションのちょっと詳細が、まあ、詳細明かされてないんだけど、勇気がここにいるってことは、やっぱり勇気のベルトにも換装できる CSM が出るって6月29日予約開始、ウィングとガオーはデラックスで発売されてましたし、センターパーツの換装でそれぞれのベルトになるので、これは CSM でムービーエディションには搭載してくるだろうっていう風に言われておりましたが、あとは勇気が入るかどうかってところだったんだけど、ハイジャックフォームとかで遊べるわけね。これは完全なる初立体化のアイテムだ。まあでもとはいえガオーのベルトとの基本は色違いですよね。あのシルバーの枠の部分がゴールドだっけ、スカルフォームもハイジャックもに変わるだけなので、まあ、商品化はしやすいはしやすいですね。
ってことで、ゴーカイジャー10年前に見て、10年前はそんなプレバンとか買えなかったけど、社会人でとかバイトしててとかで1万円なら出せるっていうね方もいらっしゃると思いますから、到着して僕がレビューしてやば買えばよかったっていう風にならないように、モバイルやつこれはポチっておいた方がいいと思います。では各リンク下に貼っておきますので、詳細はそちらからご確認ください。以上、レオンチャンネルのポチりました動画でした。